ゃくちゃ元気やで。暑いね。だって暑いの今日。嫌じゃんそれ。よっ、今朝さ何時に寝たと思う？もう今朝って言ってる時点で朝なのよ。昨日さ、私配信したよね、多分夜中の1時ぐらいまで、多分な、多分配信してん。でその後なんかダラダラしてもて、したらいやしてん、昨日帰ってきてからしたから。でもな、昨日帰ってきてからしたんやけどな、マジで知ってる人が少なすぎて困ってた。でさ、なんだかんだでその後めっちゃダラダラしてもて、めっちゃダラダラしてもて。おプニプニさん、ファンレベル上がりましたって、おめでとう、いつもありがとう、見てましたよ、 ありがとう、ラグをいたね昨日ね、ありがとう。そうそう、でね、クマやばいな , 笑ったら大丈夫やけど、まだファンデーション何も塗ってない、眉毛だけ描いた。え、そうそう、でね、何の話やったっけ。そうで、結局お風呂入ったのが3時ぐらいで、夜中の3時過ぎかでさ、風呂上がってさ、もうお風呂は一瞬で済ませましたよ。でも髪の毛乾かすのに時間かかるやん、からダラダラするやん。気づいたら4時やんか。で寝られへんなと思って、寝たらいいのにな、すぐ。じゃあアイスティーでも飲もうかと思って、アイスティーでも飲もうと思って、あ、え、1時過ぎてたから、え、あ、1時から配信は嘘やわ、うち1時まで配信は嘘や、1時半頃になったわ、ごめん、1時45分まで配信したもん、ごめんな。起きてるわけないよな、みんなな、知ってんの、起きてるわけないのは知ってるんやけど起きてる人のかすかな希望を持って、うん。でね、アイスティー飲もうと思って、でもなんか外の空気吸いたくて、あのでベランダに行くにはちょっとあのもう家族が寝てるところを通らなきゃいけないので、これは仕方ないなと思って、あの玄関、もう家を出ました朝4時半に家を出て、あの片手にお酒じゃなくて片手にアイスティー、ティータイムをするっていう。その時はね、まだね雨が降ってて、で雨降ってるしまだ暗かったんだけど、なんか15分ぐらい経ったら急に明るくなるし、雨も静かになるしっていう。で近くに住んでるツバメがチュン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 言うと、あー、いや早く寝ればいいのには、本当その通りなんだけど、この部屋にこもってるとさ、なんか空気悪くて、家の中も暑いし、換気めっちゃされてるけどなんか嫌で、もうなんか家にいるのが嫌で、家にいるのが嫌すぎて玄関
で30分ほど夜風じゃなくて早朝の風に吹かれてアイスティーを持ってふうとか言いながらさそうで、あ、全然眠くならへんな、なんでやろうな、けどまあもう5時になるしそろそろ寝るかと思って部屋帰ってきて爆睡した起きたら12時でした。寝すぎて珍しく寝癖がついてます。聞こえは優雅だけど夜更かし、いやもう夜更かしどころちゃうねん、朝なってもてんねん、目覚ましテレビ始まる時間ギリオールじゃないよ、ギリそうだね、あ、でもそれでも6時間ぐらいしか寝てないんだ、まあいっか、うん、私今日何時に家出るんやろ決めてないわ夜勤働いてないっすよ、もうのんきに何してたんやろな昨日夜中、何をそんな携帯で見ることがあったんやろ、そう、とりあえず昨日はめっちゃ良くてさ、昨日なんか昨日も話したけど稽古でも初日でも出ないものを全部発揮したやばかった昨日、何がやばいってあの舞台の話ね、ほんまにもうおもろいぐらいさ涙止まらんくてさ珍しく今日ゲームしてないんやね、確かにしてないわ、もう滝のように涙が出て昨日はマジで無理やったな、なんか今日はどんな公演になるか楽しみや、今日これ、今日これじゃなくてもう2回公演やったけど、まあ見てない人がほとんどっていうか見てない人しか今いなさそうだな、昨日はダブルカーテンコールもいただけたり、なんか幸せやった、こんにちは、やかましいシャツやな、おいおいおい、これは蜷川美香さんがと、GU がコラボしたパジャマやぞこれ、え、今
岩倉さんにタオルプレゼントしたらヤフーの芸能トップになってしまった。なになに、どういうこと、どういうこと、めっちゃおもろいやんか。なになに、気になる。私ヤフーとか全然見てないねんけど、教えて、どういうこと。よし、今もパジャマなんか。それでパジャマや、パジャマ。名女優の才能開花かな。どうですかね。不思議なのがさ、不思議なのがってか、なんか今回、まあ、今まで以上にこの芝居舞台にかける思いが強いんですけど、なんか幕袖にはけてる時もずっと芝居をしてようと思ってて、だから客席からは見えないんだけど、見えないんだけど中でフーコやってて、昨日とかマジではけてからまあだからはけるのにも意味があるんですよ、袖にいるのにも。袖にいることも意味があって、袖中でもう無理って袖芝居をしてますずっと今回もちろん、もちろん舞台上での芝居はもちろんないけど、普通多分袖で芝居ってしないよ。でなっち髪の伸びてね、そういうの伸びてん、めっちゃ伸びてん。こんにちは、セミお届けです、どうもありがとうございます。オズワルの伊藤さんと交際中、阪神の伊藤正史さんのタオルプレゼントして、それがニュースになった。え？プレゼントしたのがニュースになったの、めちゃくちゃおもろいやん、めちゃくちゃおもろいやん、何それ。だからね、袖で芝居する人みたいな。マジでだからもう今日からなんか衣装のどっかにタオルかティッシュ仕込んどこっかなって思うくらい昨日やばくて、もうダメよあの話は本当に、たくもうほんま切れそう。なんであんなさあ、なあほんまによくないよ。でいつもリナッチの髪はサラサラだっていう話になる。だから早くさ、みんな見てほしい、見た人と話したいのにさ、もう一人で盛り上がってるやんか、もう嫌や嫌やマジで、もう見た人と喋りたいね。もうあと4回しか公演ないねん、東京無理。こんにちは、ナトさんいらっしゃい、よかったらコメントしてください。また何、梅沢さんも袖芝居をされるんですか、私より深そうやな。ハンカチを小道具にしとく、それはありやで、それはあり。それは本当に今日ちょっとマジでなんか持っていこう、
でもタオル、え、ハンカチ、ちょっと待って、あるかもしれん、ちょっと部屋へ、ハンカチ、うわー、どれも柄が派手だわ。なんか前真っ白のタオルとか持ってたはずなんだけどな、ちょっとなんかない、でもないんかな。大阪1ヶ月近く先やから、そうやね、めっちゃ先やんな、それまで我慢してね、うー苦しいよ。トラフグさん、こんにちは、どうも初訪問、いらっしゃいませ。またよかったらコメントしてください。え、なんかな、デッドリースクール、アリス・イン・デッドリースクール開講、去年やった舞台でめっちゃ踊った後に、私が第一声目のセリフがあって、で稽古場の時に汗が止まらんくて、でタオルを買ったんよ。そのタオルがどっかにあるはずなんだけど、真っ白のやったかな。大阪まで何してる、稽古があります。8月末に東京で朗読劇がありまして、あれですね、今年の1月に本当はやる予定だった舞台で、それをまた延期として公演やらせていただけるのと、それにまた出させてもらえるというね、そうそうそう、ありがてえお話でして、そっちの稽古をしたりするかな。クシロン、髪の毛染めないの、これでも染めてさ黒にしたんだけど、また茶色くなってきた、茶色になるの早いよ。あかん、セリフ言ってまいそうになる。はいはい、黙ります、黙ります、誰も黙ります。はいはいはい、ちょっとアイシャドウだけ塗らせてくれへん。なんかさ、7時半開演やんか、でもうすぐ3時やろ、今からファンデーション塗ってさ、なんか絶対暑いんでしょ今日、崩れる、よれる予感しかしないから、アイシャドウだけ塗っとこうと思って。お、クニヤン、人手と貝殻ありがとう。お、かわいい、かわいいやつありがとう、嬉しい。めっちゃちっちゃいのがぴょんぴょん飛んでる。あ、タツノオトシゴも飛んでる、あ、かわいい。え、めっちゃ可愛いな、それ星と同じ大きさやん、おもろ、ありがとう。お、まだくれるのか、人手を、ありがとう。タツノオトシゴめっちゃおる、めっちゃおもろいやん、タツノオトシゴ。ワッキンさん200回目の訪問、どうもいらっしゃい。お、ツイッターに先ほどのニュースリプしたからぜひ見てね。見る、絶対見る、めちゃくちゃおもろいんやけど。みなっち、こんにちは、こんにちは、茶色くなってもって、昨日のふうこちゃんのアイシャドウいい感じやってんな、めちゃくちゃ。どうしよう、マットな素材のがよくて、鏡見えるとこやった、危ね。え、あと4時間ちょっとで舞台だけど、いつスイッチを入れる。
30分前かな、本番の本番30分前ですわ私は。こんにちは M&R ラブさん、ハートありがとう、お久しぶりです。お久しぶりなんだ。そうなの、そうなのかい。どうしよっかな、本日のアイシャドウ悩む。舞台やってるんだ。そうです、東京の王子の方でやってます。どこ住まいかは知りませんが、お時間あえば来てみてください。絶対いいものを届けますと断言します。私はここで色濃かったな、アイシャドウのまあいっか3日ぶり、あ、マジか、時間合わなかったんだね。モンペ姿の時のトップスは浴衣みたいなのかな、茶色の。そうね、下のそのズボンでギュッて締めてます。立ち見はないです。立ち見はないよ。ベラのコスプレ、ベラってなんだっけ、ベラ妖怪人間なんでね。東京なら歩いたら少し遠いかな、歩いてくるの電車とかじゃなくて歩きで考える人初めてやわおもろ。当日券もあるので、マジお時間あえば、興味あれば、全然今この配信してる私と違う人がいます、いますので、お楽しみにって感じ。山ちゃんハートありがとう。三好さんは関西で人気ある演者さんだし、桐山さんも関西演劇界の方なんで、稽古も関西乗りなんですか。関西乗り、関西乗りってないの、むずいむずい。関西乗りかどうかは分からんけど、なんかたまに大阪弁が出るからなんか嬉しいあ、仲間って、私完全に仲間意識を持ってます、持たせてもろてます。だから、いや東京の人が明るくないとかそういうこと言ってるわけじゃないんだけど、大阪特有のなんか明るさとか元気さは感じるなって。これが特定何かあるわけじゃないんだけど、なんかそれを勝手に感じてます。お芝居は標準語の芝居、そうそうそう昨日さ、リハーサルさ、ありがとうっていうセリフがあるんだけど、リハーサル終わった後にみんなちょっと大阪入ってたありがとうって言いかけてたらしいおもろい、王子に大阪持ってきてもたわ。
山ちゃん、あ、チンアナゴか、これいっぱいありがとう、ありがとう、すごい量バーって飛んできた、見たよちゃんと、ありがとう。ちょっと訳あって退出、あーよかった。山ちゃん、だるまありがとう、そしてファンレベルが上がりましたですって、いつもありがとう、ありがとう、そうほらありがとうって言ってるやん、いつもありがとう、ありがとう。大阪のりパリピのノリではないことは確か、うん、それは確かですね、そのノリではないけども、なんかあるやん、なんかなんやろな、なえ、大阪の人ってどんな人、時速4キロで歩いたら210時間くらい、210時間って何、なんで歩く前提で来てんの。なんだか、だからね、大阪の人はね好きよ、だから特にあのどの組にも夏組は元気だって言ってもらえるんだけど、大阪の人が多いわけでもないが、けどなんかその見てて楽しいと思ってもらえると思う、大阪の人には特に少し感じますね、それを。昨日もね、なんかめっちゃ笑ってくれる人とかいてね、私そのシーン笑えないんですよ、めちゃくちゃ笑いたいんだけどさ、もう笑えないからさ、もうさ、フーコになる、もうフーコってなるしかないねんけど、もう大変やで、あそこもうほんまに会場客席で笑いが起きれば起きるほどもう口がもう大阪に住まないの、あ、住むと思う、お客さん声出してもいいんだ、まあ笑い声ぐらいなら全然、コールとかはねもちろんないけど、あのクスクスって笑うのもいいし、ふーって笑ってもいいし、めっちゃっていうセリフはないです。明日楽しみ、あら来てくれるのね、頑張るわ、ありがとう。ありがたいよ、来てくれるの、マジ頑張ろう、マジ頑張れる。みんな3連休何してるんやろな、明日行きますね、今日来る人いないんかな。まあでも 7時半開演ってめっちゃのんびりだよね、なんか終わったら9時、遅う、来てくれる、嬉しい、頑張ろう。あ、そうだ、ここで言っとこう、よかったらお手紙待ってます。よかったら、なかなかねそういう機会ってないからさ、もらえたら嬉しいなってちょっと思っとく。何月何日まで公演してるの？東京は24日まで公演なんですけど、私が出るのは22日までです。はい。大阪の公演日、私いつも忘れちゃうんだけど、どうしよう。そろそろ覚えなんかな。でも8月の20日？
が最後だったかな。17スタートか、19、18、8月の18あたりにスタートです。17スタートかな。手紙ってどこに送るの？あ、私ね、送る場所ね作ってないんですよ。作ってないんだけど、今回の舞台では珍しくお手紙は受付しているということなので、来ていただいた際にはぜひぜひいただけると、なんかもうツイッター絶対ツイッター載せちゃう。載せたら、いやいややったら言って。嬉しすぎて。アイメイクは終えた。アイメイクは終えたよ。うん。あ、コンタクトもせな。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。おしゃれな鳥だ。そう、公演終わりに、だから会場してお手紙ボックスかなんかお手紙渡すところがあるのかな、受付でそう渡してもらって、手渡しはできないんだけどね。あ、大阪公演は8月18日から21日までやってですって。じゃあ私が出るのは19、20だ。とんでもねえこと言うと、私21から稽古なんですよ。余韻に浸る間なく会社員の役になるわ。すごい成長じゃない。7月8月孤児やって8月末に会社員になるっていう。楽しみ。今日服何着てこっかな。何着てこっかな。公園の準備もせな。このストレートアイロンは持っていくっしょ。そうだ、本日のメイク道具選抜せな。こんにちは、おさむさん。初見ですか？いらっしゃいませ。こんにちは。そう、婚約者役やねん次。おもろい、おもろいよ。え、婚約者役以上のことって発表されてるっけ？どこまで発表されてんやろ。だってさ、場合によってはさ、もう全部ネタバレになってしまうかもしれへんや。まあでもとりあえず小林ゆりちゃんっていう、私ゆりって名前大好きなの。ゆりちゃんだから、ゆりって名前がめちゃくちゃ嬉しくて、東京と大阪では違う公演なんだ。大阪でも今やってる舞台と同じ演目をやって、そのまま、東京に帰って、稽古っていう感じです。こんにちは、楽しみ、ありがとう、楽しみにしててね。本日のメイク道具選抜、あれ、どうしよう。え、待って、向こうでファンデーション塗るか、どうする。でもな、悩むな。ファンデーションでかいんよな。ゴニョゴニョ。
でもあとちょっとしたら家を出るから、あでもこれは持っていく絶対。これヘアピン入れ、ヘアゴムも追加しとこう。ヘアアイロン持っていくよ。あクリームチークめっちゃ持っとくか。あと何が必要や。え、もう向こうでメイクする。えどうする。明日すっぴんで行く。でもそれも嫌なんだよな。なんかでもしゃあないか、全部持ってくる。でも荷物増えるんよなとか。ごめんごめん、うるさいよな。ずっとそんな話聞きたいわけじゃないよな。知ってる、ごめんごめん。パチパチ、しゃあない、持っていくか。ね、汗かくからね。昨日もさ、全部メイクしてから行こうと思ったんだけど、もうちょっとしただけでさ、なんか鼻のファンデーションのノリが悪いことに気づいて、もうすぐ落として、で、あれにしたわ。劇場着いてから塗りました。マスクもね、厄介だからね。今日の公演頑張って、ありがとうございます。頑張る。19時間、あ、19時間じゃない、19時半開演やって、めっちゃのんびりできるやん、開演まで。だってまだ本番までやって4時間半だよ。うわ、違和感しかない。暑いな。劇場は暑くないの。劇場ね、めちゃくちゃ快適ですね。なんかね、でっかいこんなホースみたいなのがね、劇場の入り口から劇場の中まで、そう、換気のやつかな、でっけえのがあるんです。地下なんでね、リハはしないの。そうね、基本ね、なんか舞台はねしないね。なんだろう、例えば体を動かすために、声も出すためにダンスやるとかはあるけど、今回の舞台はダンスもないので、音合わせする芝居があったりするんですよ。そこだけやったりとか、あとちょっと動きが激しめのところだけ確認して、はい、じゃあ準備入りましょう。あとはもう各自確認準備みたいな感じかな。私のいつも公演前の、いつもじゃない、今回の公演前ルーティーンは、そのリハーサルをして終えて、メイクして、でその後しばらくはもうフリータイム、何してってもいい。で、会場30分前に舞台に戻って、まず入り、ハケ、あと小道具をセリフは言わずに全部そこだけ確認する。結構ね、出ハケあるんですよ、私の役。あっち行って、こっち行って、こっち行って、そう、小劇場なんで、裏とかすごい、裏も袖も結構狭いからね、大変なんだけど、わーって確認して、一通り確認したら適度な発声をしてうーん、小道具、衣装の確認をして、で開演15分前に、まあ開演、うん、会場15分前にまたチェックをして、でそっからまたのんびりタイムですね。15分ほど準備、のんびりしたら
着替えて、あのモンペだから一瞬で着替えられるんですよあれ。シュシュシュくるくるってめっちゃ楽ですねモンペ。マッキーさんのファンレベルが上がりました、おめでとうございます、いつもありがとう。あ、そう、のんびり多いねって。そうなのよ、私さ、そのリハーサルの2時間前に入っておきたくて、なぜかっていう理由はないんだけど、ただただあののんびりしたいのよ楽屋で。あの、はい劇場に入りました、はい準備して、はいリハーサルして、あーもう時間ない時間ない時間ないっていうのが嫌で嫌で、だからめちゃくちゃ時間を持て余してますね。うん、そうなんですよ。もしかしてモンペの下はブルマ、ブルマ履いてないおもろい質問やな、ごめん。モンペの下は普通にインナー履いてますね。あの次スカートだから、それで透けても大丈夫なやつを履いてますわ。うん、本読んだり音楽聴いたりは、あ、本は読まないけど音楽聴いたりはしてるかな。音楽聴いたり、まあ、あとずっとツイッター見てるかも。ツイッター、インスタとか、あと友達と LINE してる時もあるし。だから何、本番15分前からみたいなのはないもう本番3分前までリラックスしてしてますで、良きタイミング、私、まあ、どのタイミングで出るかは言わないけど、まあ、出るちょっと前に袖でスタンバイして、もうそこでスイッチポチッ、あの孤児になります、一瞬で。さっきまで鏡前でこんなしてたんでさ、袖になった瞬間もう死にかけってなってるかわいい、ゼロさんありがとう。なんだこれ、だるまか、ありがとう、またコメントしてください、待ってます。孤児の前に黙想、いや黙想してない、だからこじ、こじってなる。もう限界を迎えた女の子になって、フラ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 してます。ええ、それが楽しいんよ。楽しくてしゃあない。だからさ、早くさ、喋り合おうや。なあなあ、なあ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 。この舞台について語り合おうや、誰か。なぜいないんだ、ここに。こんにちは。まや、1000人超えてるやん。そやろ？うしし、だって。すごいな、1151人も見てくれてるわけだが、全員王子に連れて行きたいわマジで全員来てくれ。夜中に集まる人とジャンルが違う人たち、そうね、別の
ファンの方が多いね。で、様子見か星をもらいに来たかって感じですね。ですね。うん、ね、初訪問、2度目の訪問。え、1000人入らない。1000人も入らないよ。戻ってきた。あ、おかえり。終わる時間書いとこう。立ち見すればどうにかいけるかな。1179毎日放送ラジオ。ふーんしか言えへん、ごめん。こんにちは、いらっしゃいませ。おいもちゃん、かわいい名前やな。こんにちは。お、STU のファンの人か。趣味アイドル、推し活。どうも、もうアイドルじゃないですけど、こんにちは。全国どこでも飛んでいくってめっちゃいいやん、最高。分け目、今この配信を見てる人は王子に間に合わないよね。いや、間に合う間に合う。だってあと4時間あるねんで。4時間、あと4時間あるよ。いけるやろ。これは東京住まいの人はいけるな。みんな新しいアバター手に入った。へえ、そんなのがあるんだ。なんか夏っぽいね、見たことない。カレンちゃんのやつやね。おお、配信中にあくびするやつおる、おるねん、ここに。あ、新大阪へ。確かに今新大阪にいる人間に合うよ、来な。お、フォローしてくれた人おる。あ、いつも来てくれてる人おる、いっぱいおる。あ、ほんまに、ならよかった。あくびって止めることができないよね。あくび映る。映るんや。おー。配信で集客してるリムツさん。いや、わからんね。ほら、だって今見てさ、一人ぐらいおるかもしれへんやん。その一人にかけてるね、今私は。あくびすな、ごめんやん。寝ようと思えば寝れるけど、今寝たらマジ遅刻。すっごい可愛い子見つけたやって。ラーメン男さんやって。やっほー。え、なに、え、ラーメン屋の店主マジ海底。そうなんや。私ラーメン屋で働いたことあるよ。フォローありがとうございます。どうも。手で拡散であくびしてみて。いやや、
なんでこんなあくび出るんやろ。助けてほしい。そんな口したらほくろ伸びちゃうの。ほくろって伸びんの。んなわけあるかい。見に来てくれる人いるかもね。優しい。優しいね。そうやって言ってくれるのもありがとう。今日日曜日じゃん。だから来てくれる人がいてもおかしくない。何回は首すんねん。こっちが気になる。こっちが聞きたい。23歳は可愛いより綺麗な人と言われたいかな。え、どっちでもいい。どっちも嬉しい。どっちも嬉しい。けど私が一番言われて嬉しいのは髪質ですね。圧倒的に。サラサラやろ。え、配信者があくびをごまかすのを当てるのが好きなのに。え、どんな趣味してんの。すごいな。この時間は人がいっぱい来るわ。こんにちは皆様。大した話してないんですけどね。でもね、私この後ね、まあ4時間後にね、舞台の本番なんです。で今その話をしてます。今あくびしたやろみたいな。え、めんどくさ、めんどくさおじやんそれ。二度目の訪問はさ、もう運命じゃない。運命って思わん。なあ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 、そこんとこどう。初訪問もいいけどさ。おー、東京でも活動してますか。調べてみよう。ありがとう。釧路里奈って言います。くしろりなでツイッターとかすぐポン出てきますから。今東京でよう仕事してます。ようでもないけど。東京に今はいます。はい。空飛ぶうさぎさんのファンレベルが上がりました。おめでとう。いつもありがとうございます。めんどくさおじに改名します。やって、やば。ほんまに改名するんかな。こんにちは、こんにちは、ごっちゃん、ようこそいらっしゃいませ。こんにちは、こんにちは。すいません、舞台のセリフの練習をしてました。こんにちは。今日も楽しんで演じてきてね。いってらっしゃい。ありがとう、いつもありがとう。ツイートもありがとう。嬉しい宣伝ツイートはもう感謝。私だけじゃなくてファンの人もしてくれ。もうなんか嬉しいツイートだけをひたすら見ていたい。へえ、はじめまして、めんどくさおじです。わろた。
わろたわろた、めんどくさおじやって。しんど、めんどくさおじ、私よく言っちゃうねん、おとんに。いや直接は言わんよ、直接は言わんけどな、めんどくさおじだなって言っちゃうな。めんどくさおじ、音符つけるのやめて、ほんましんど。あくびは二酸化炭素のせいかな、今だからちょっとドア開けた。あーいい風が、いい風が入ってくるわ。初見です、むすびくん、どうもいらっしゃいませ。宮城、かわいい、はじめまして。マナーモードにしてたから配信してんの気づけんかったわ。もう1時間経つで、よく今、逆によう今気づいたな。チョコはやばいっす。だよね、来月まで待ちきれない、もう首を長くして待っててください。ツイッターフォローしました、あ、ありがとうございます。あ、有名なんてとんでもない、とんでもない、大きな組織に所属しておりました、どうも。今は一人でやってます、どうぞよろしく。一応毎日配信してるから時間合えばまた来てください。頑張ってるね、あ、ありがとう。あと3分で終わるらしい、どうする、みんな、もう終わるよ、私は間もなく王子に向かう。待って、名前戻してるやん。疲れ様でした、早っ、ほんと付き合ってくれてありがとね。なんか何の話もしてないけど。また見に来るよ、 ありがとうございます。待ちきれないから開かずの間行ってきます。そうなんだ、あ、今あれか、大阪でやってんだっけ。よし、じゃあ大阪で会おうね、大阪で会えるように私も頑張るし。昨日より1時間押してるけどいける？おー、昨日何時かやね、6時でしょ確か、今日7時半なんですよ。こんにちは、舞台楽しんでね。うん、楽しんでくる。お、山ちゃんのファンレベルが上がりましたーと。いつもありがとう。ちら。さ、もう終わるのでランキングを読んでいきたいと思います。ん？お久しぶり。どうも。私はこれから舞台の本番に行くのです、よかったら来てください、王子です。詳しくは私のツイッターへ GO。 では行きます。13位ややこしい鹿さん、12位しのさん、11位ひとよさん、10位ぷにぷにさん、9位ウィングさん、8位しろはやぶささん、7位博多の山さん、6位くにやん、5位よしあきくん、4位バタヤンさん、3位マッキーさん、2位ビビビオロギーさん、1位ヤマちゃんでした。どうもありがとうございます、ありがとうございます。サンディー、はーい、
またね、うん、またね、ありがとうございました。今日夜するかな、わからん。どう、いやわからん。一時、じゃあ一番遅くて一時スタートにしよう。もう一時過ぎたらやらんってことに してみるか。だって一時半までは待てないでしょみんな。私は起きてるけど、12時はな、ちょっとな、ごめんなさい、12時はすいません、ごめんなさい、無理です。深夜に通知で起こされるのは勘弁、ごめん、ごめんやん、ごめんな。じゃあやめとく夜。な、まあでもとりあえず1時過ぎたらやりません、はい。って一応言っとく。じゃあ皆さんまたバイバイ、行ってきます。今日もフーコになってきます。またね、バイバーイ。